これだけは俺ちょっといまだになんか不思議なんですけど、はい、僕ちっちゃい子の方が好きなんですね。あ、胸がですか。身長何センチぐらいなんだっけ。158です。もうだからそういうのもアピールした方がいいかなっていう。俺ね、グラビアアイドルの人が、はい、これだけは俺ちょっといまだになんか不思議なんですけど、はい、僕ちっちゃい子の方が好きなんですね。あ、胸がですか。違う違う、あ、違う、ね、身長が、あ、身長が、すいませんすいません胸じゃなくて身長が好きなんだけど、はいはい、これ俺実は言ったことなかったんだけど、はい、めっちゃでっかく見えるのよ。こうこんな感じの写真だと、これとか、あ、身長なんか165センチぐらいありそうな感じに見えるんですよ、はい、これ多分損だと。損なんですか。損なんですよ。え、でインスタの写真見てたら、はい、なんかさっきちょっと身長ちっちゃい系のアピール写真みたいな結構あったから、はい、それはいいなと思いました。 SNS の時代はそのテレビじゃなくて、はい、もっとこう刺さる人たちに、はい、こう割と特化しても、はい、全世界から見られるから、はい、日本人だけだと1億2000万人の分母だけど、うん、東南アジアとか中国合わせたら20億人とかいるから、はい、そこでそのちっちゃい子好きの、うん、男を捕まえた方が多分すごくいいと思う、はい、そういうことをやってる人があんまりいなくて、はいはい、日本の雑誌のグラビアだとこうならざるを得ないんだと思うんですけど、はい、小池栄子さんって知ってる、まあ、結構大先輩のグラビアアイドルですよね、はいはい、彼女にテレビ番組で初めて会った時に、はい、めっちゃちっちゃいじゃんと思って、はい、で身長見たら、あ、全然ちっちゃいなと思って、うん、でももうグラビアではボンボンボンみたいな感じのすっげえなんか170センチぐらいじゃないかなこの人って思ってたら、めっちゃ小柄ですごいその気遣いができる人で、俺すごいなんかイメージ180度変わりました。実際にお会いしたらそうだったって、全然、え、全然いいじゃんみたいなって思ったりとかしたことがあったんで、